はいさえ、今回廃墟飯なんですけれど、これを使いたかったんですよ。ダイソーの土鍋。皆さん知ってますか？土鍋が200円で買えるんですね。で、何個かランクがあるらしくて、400円のやつもありました。19センチだったかな。これは17センチなんですけど。で、2種類ありました。あとは、ご飯茶碗と、普通の茶碗を買ってきました。これを使いたかったんですよね。前から気になってて。で、これを使って今日は、すき焼き的な何か、多分厳密に言うとすき焼きではないので、すき焼きっぽい何かを食べたいと思います。綺麗ですね。廃墟に見合わない感じですけど、いいんじゃないでしょうかと。しっかりした感じ。で、サイズ的に、お一人様なら、バッチリかなってサイズです。で、合わせて100円茶碗も買ってまいりました。シール剥がすの失敗しましたけど、白い茶碗と、あとこれに、卵でも入れるかと思って、こういうのを買ってきました。何茶碗って言うんだろうか、これ。わかんないけど。というわけで、今回はすき焼き風の何かを土鍋、100均の土鍋で食べようっていう廃墟飯になってます。では、やっていきましょう。